こんばんは。今日は菊を描きたいと思います。今回は赤い菊です。何回か菊も書いているので、今日は最後にぼかし網を使って表情を変えたいと思います。そしてつぼみです。豪華な菊なのでつぼみも大きく書いておきます。次は葉っぱです。今日は最後に足網で整えるので、今日の茎は丸くしています。茶色で葉脈を引いておきます。ここで アクリルで切り取った型を置きます。そして今日は周りをピンク色にぼかしますね。ちょっと机が汚れるので下に画用紙を引きます。
をあまりたくさん含ませるとちょっと雑っぽいぼかしになってしまいます。いつものように落款をして出来上がりです。もしぼかし編みがない場合は紙を切り取ってこのように置いても雰囲気が変わります。お試しください。